はい、皆さんハロー、こんにちは、ニーハオ、井上正弘です。はい、ということでね、今日ね、あの衣装合わせの日と、まあ、同じ日なんですけれども、ついにこのピンクの特撮のスーツが出来上がりました。はい、ということでね、あのもう本当に待ちに待った、もうここまでかなり時間がかかりました。1体作るのにどんだけ時間がかかるんだってくらい、もう裏でしっかりと作ってました。1体だけじゃないです、もう何体もいるんで、もうそれが一気にできてるんで、皆さんお待ちかね、このピンクの特撮のスーツ、まあ、制作過程からご覧ください。どうぞ。
スーツの方これからまあ着ていきます。ちょっとねすごいっすよ。なんとなくね写真とか動画で見ただけなんですけど、実際はなんかすごい、なんかもっと動画よりも重厚感がある。これ造形師の方たちで作ってもらってるんですけれども、主に作ってもらっているお二人、今回セイバーさんとリッチーさんに共同制作で作ってもらってます。お二人ともかなり名の馳せてるすごい造形師の方なんですけれども、今回ピンクの特撮をやるにあたってこのお二人が協力してくださってスーツ制作実現しました。お二人ツイッターやってるみたいなんで、まあ、よかったら概要欄の方に載せておくんで、まあ、見てみてください。本当に精力的な活動されてるんで。やばー、これリッチーさんはめちゃ細かい人なんですね。腕とスネートそういうパーツはリッチーさんという方が作られてるんですけど、いやこれ近くで見るとクオリティがやばい。でもすごいっすよこれ。これめちゃくちゃ繊細です。これやばいな。これね写真に見るときに綺麗すぎて分かんなかったんですよ僕。いやーやっぱ技術者ってすごいんだな。忘れる問題長年多分問題。この本はどうでしますか。このあたりはまだつけてない。羽もついてない。首をこうやってってここに丸めてここに首。そうすると首がギュッと細く見えて顔がすごいちっちゃく見える。首があるとレザーとか作れる。そうか。ああこれはこの位置で固定じゃないですか。これマジでさっきなんか止めてました。もうちょっと違いましたね。止めてます。はい、ということでジサリス。初披露です。こっちですね。はい。いやーすごい。どうですか来た感じは。いやなんかいい感じですね。いやでもすごいかっこいいですねやっぱり。いや嬉しいですね。この耳のこの耳のこのパーツがあるんですけども、ね、まあ、これもちょっと後に明かされると思います。いやー造形師のセイバーさん今ここに来てるんですけど。めちゃめちゃかっこいい、どうしようってずっとさっきから言ってるんですけども、自分で作ったやつですよね。いやーすごい、えなんかちょっと感動ですねこれ。いやーすごいですね。ピンクの特撮の本当にピンクのヒーローが生まれた瞬間ですね。ジサリスできました。まあ 95% できたって感じですかね。あとはここからブラッシュアップしてさらにより良くなるんじゃないかなと。めっちゃかっこよくないですか。いい感じですね。はい、ということでスーツ合わせ終わったんですけれども、どうでした。何も見えないですよね。何も見えなかったですけど、やっぱり自分のサイズに合わせた衣装って、はい、特別感がやっぱりあるので、はいはいはい、嬉しいですね。よかったです。ジサリスのスーツアクティングは物語さんと一緒に作っていこうっていう感じではあるんですけれども、いやなんか僕はちょっと感動しましたね。なんかやっぱ実際に動いてる姿を見て。ああよかったです。イメージとあんまかけ離れて、はい、これでもちょっと問題があるんですよ、はい、これ一着しかないんで。慎重に、はい、慎重取り扱いっていうことでそうですよね、そんなにいっぱい作れないですもんね。はい、はい、まあ、ちょっとせっかくなんで、じゃあこれから撮影にかけてるんですよ、意気込みかなんかも。まあ、デザイン画からもうかっこいいなと思ってたので、ずっとそれ自分がやるっていうことなので、まあ、気合い入れて頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、永田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。現場だったんで、なんかボディが高いな。まあ許容範囲か。よし、ちょっとつけていきますか。そうそうそう、それはありますね。もうね、あんこがあったからそうですね、そういう感じ。あの二の腕はどう聞きますかね、ちょっと遊びが出てます。どうでしょう。実は、造形師の方で、ジサリス作ってる人とフォビア作ってる人って、その分業の度合いがちょっと違くて、
ジザリスはあの胸はセイバーさんが作って、うん、フォビアは胸はリッチーさんが作ってるんで、まあ、それぞれのねちょっと造形の違いみたいなのがあるんですけれども、なんていうか味があっていいですね。まあ、とにかくめちゃくちゃフォビアもかっこいいんで、はい、他のスーツまだあるんですけれども、他も楽しみですね。いやこんなんやばいな、なんかやっぱ特撮作るって半端ないですね。想像してた以上にやっぱり工数がかかってるというか、やっぱ特撮ってすごいなと思うばかりですね。皆さん、カシューさんがやるデジール来ました。じゃん、やば、待って俺これがぜんこれ一番かっこよくないか、これがぜん気合い入ってないか、これなんかやばないこれ、え、なんかこれ一番やばくない、大丈夫です。え、なんかっこよこれ。ちょっと僕は早くもちょっとこうデジール派になりつつありそうですね。やっぱりこれでしょ。ジサリスとフォビアも良かったですけど、うん、うん、うん、で肩パッドがくっつ、強そう。腕のサイズ違ったんですかね。まあ二の腕あんぐらい太くてもね、見栄えはいいんですけど、ね、はい、ありがとうございます。立ってから、うん、いやーすごい、なんか異様ですねこの形は。またなんか、まあ、なんかこの辺がつるっぽくて脳みそっぽくて、なんかちょっと気持ち悪い感じがしますね。この素材おそらく革なんですよ。これこんな綺麗に貼れるかってぐらい貼ってますよ。これえぐくないですかこれ。やっぱこれ金属にしか見えないですからね、これ。こういう金属があるのかなぐらいな。すごっ。なるほど。うん。前下がります。バニータス来たところ見ましたけど、さっきまでレジールがいいとか言ってたんですけど、なんかねこれバニータス来たことによって全てがフラットになりました。なんか全部核属性いいみたいな感じになって結構決めらんなくなりましたね。これで動いたらまたどうなるかっていうのが特撮系の面白いところではあると思うんで、これはねドラマが楽しみになりました。ただねやっぱこれ作るの大変、本当やっぱ特撮の企画ってマジで大変だなってちょっとひしひし感じました。やっぱ思うのは仮面ライダーすごいな。ディケイドの時ってスーツ何体出たよ、あれやばい、やっぱえぐいと思う本当に。まあ、これ1体スーツ作るのにどれだけ時間かかったのかは多分特撮詳しい皆さんならなんとなく分かってくれるはずです。ということで、スーツ全て出揃いました。でこの制作過程皆さんに見てもらったと思うんですけれども、とてもハードで、まあ、リッチーさんとセイバーさん本当にお疲れ様でした。いや2人のねツイッターでも他にもいろんなものを作ってると思うんで、まあ、ぜひとも見てみてください。本当にすごい方たちのお力をお借りして、まあ、このキングの特撮実現することができました。いやマジですごい、マジで実際スーツ着た時の迫力が半端なくて感動しましたね。こうヒーローショーを見た時の感覚に近いのかな。画面越しで見てるのと肉眼で見てるのって全く違う。で僕が今日見たのも本当至近距離ですから、なんかね改めてこのプロジェクト進めてきましたけど、特撮の良さっていうのがちょっと新しいことに気づけたんじゃないかなと思いました。まあ、これね、まあ、皆さんさっきも言いましたけど、まあ、映像で実際芝居をして動いたらまたイメージ変わると思うんで、楽しみにしていただければなと思います。いよいよ始まってきた感じしましたね。はい、ということでまた次の動画楽しみにしていてください。またね。